ナミさんこんばんは今ね計算しました人の体の枝のステーキング報酬の計算ですけども14万7108円になってますねすごいですねやっぱすごいですねステーキング本当に5日に一度のお楽しみでございますどん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 増えていくそしてこれがもうすでに日本の取引所ビットポイントジャパンなどに移行することができるということでねかなりお手軽に日本円にすることができますね やっぱり日本円にできなくちゃねっていうこところでございますさあそれでねこの体の枝を中心とするブロックチェーンなんですけどもこのブロックチェーンエキスポが10月に行われるんですよね10月の27-28あたりだったと思うんですけども正確な日程はちょっと忘れましたけども10月の下旬ですこのですねブロックチェーンエキスポの、えー、実はね出展される方がこの速可塾に結構いらっしゃるんですよですんでね私もね あの参加できないんですけども、まあ、出店のね寄付をしようかなと思っていますでその件で今度ね今月の30日に21時からライブをしようと思うんですよねブロックチェーンエキスポに出ますよと皆さん応援してください流行らせましょうそっか塾には体のだ持ってる方結構いらっしゃるんですよプレセールでご購入された方もまあ私が見るところね ちょっと人数言えないですけども、わあこのぐらいいるのか、みたいな感じですよね。中にはね、やっぱり100万円級で買った人もいて、あの頃、ご案内してよかったなぁと思うばかりでございます。まあ皆さんセンスありますね。それから、上場が終わって、一般セールになった時に、やっぱりね、2円とか5円とか7円とか、10円っていう時、私ね、体のダその時も進めてるんですよ。動画で、 体の値段はよいしょよいしょしてるんですよね。で、それに釣られて購入された方も結構いらっしゃって、中にはね、ほんとフルスイングしてる人もいるんですよね。それから、なかなか値段は1年、1年2年と、うん、昇降状態だったんですけども、今年はもう大ブレイクしましたね。ほんとにね、何人億万長者が生まれてるんだろうと思ってね、すごいなと思いました。もう速果塾っていうくくりで見て、 体の間持ってる人がかなりいますんで、即、ま、果、あ、塾というね、資産勘定はないですけども、即果塾資産、わーすごいぞみたいになってるかもしれませんね。<laughs> はい、ちょっと無駄話が進んだんですけども、あの、ブロックチェーンエクスポの,あのご案内をね、今月の30日21時からいた、21時からズーム対談でさせていただきます。もちろん、ご覧いただけない方へのアーカイブも準備しますんでね。 よろしくお願いしますはいじゃあお知らせでございましたいってらっしゃい